皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今回はオンラインクレーンゲームトレバの流行形であるこのディーリング型の設定の攻略のポイントを解説していきたいと思います。でよく見かける設定だと思いますが、なかなか取れないとね、お思いの方も結構いるんじゃないかなと思います。自分もね苦手にしているんですけども、今回これを攻略することができたので、そのポイントをこれから解説していきたいなと思います。でまず1手目ですね、まだねリングが左側に来ることができるので、右アームを使ってこんな感じでリングに引っ掛けて、左側に持ってきます。でだいたいこの辺まで来ると、もうアームの初期位置とだいたい同じところにリングが来るので、これ以上左側にね、持ってくることはできなくなるかなと思います。で次の2手目が一番重要な、ポイントになるんですけども、奥のバーのちょっと手前ら辺を狙ってですね、この横向きになっている下の支えのところら辺をうまく掴んで持ち上げて、こんな感じで反動させてリングを下向きにさせるっていうのがポイントになります。これ必ずしもこうなるわけではないんですけども、うまくこんな感じで持ち上げてリングが下向きになればですね、大チャンスと言えます。であとは上からこのリングのところを押していくというだけで取ることができるようになります。でここからはね本当に簡単ではあるんですけども、一番この状態になってやってはいけないことが、まあ、リングにねアームを引っ掛けてしまうということです。例えば左アームとかで引っ掛けてしまうと、また上にね持ち上がってしまうので、また最初からねやり直し、っていう風な形になってしまうこともあるので、ここまで来たらなるべくねアームは右の方に寄せてですね、左アームがこうギリ当たるようなところ、をぜひ狙っていただければと思います。本当はねもうちょっと左にアーム寄せて、もう真上から押すことができれば一気に力が入ってね下にドンと押して一手とかで取ることもできるかもしれないんですけど、まあ、ギリギリのところを狙ってしまうとリング持ち上げてしまう恐れがあるので、まあ、なるべくちょっと右の方に寄せて、真上じゃなくてちょっと横の宝辺から押すような形で獲得目指していただければと思います。こんな感じで今5手かなでちいかわのぬいぐるみ獲得することができましたので、ここからはですねもう1回1手目からどんなところがポイントなのかというところを解説していきたいなと思います。結構ね見かける設定かなと思いますが、まずはこのリングを左側にとにかく持ってくるというところが序盤の重要なポイントになります。右アーム使ってねどんどん左側に持ってくればいいだけかなと思います。初期位置から始めると、まあ、早くても5手、ぐらいはねここに来るまでかかるんじゃないかなと思います。でこのマックス左側まで持ってくることができたら、この2手目がもう本当にもう鍵ですねになるんですけども、位置的にはこの奥のバーのギリギリの際のところ辺を狙うようなイメージで、いいかなと思います。でこのリングの、ね、横向きになっている支えのところ辺を狙ってこんな感じで掴むことがギリギリできるとですね、で上に持ち上がった時にここもポイントなんですけども、ここわかるかな、リングがちょっとこう傾いてくれてるんですよね、でこんな感じで持ち上げることができると、落ちるときにですね一気にこの下の支えのところとバーがぶつかってこんな感じリングが下向きになるっていうのが狙いです。でこれね必ずしもこうなるわけでもないんですけども、うまくいくとこんな感じでぶつかってですねリングが反動で下向きになってくれるので、まあ、これを何度かチャレンジしていただくといいかなと思います。で必ずしもこうなるわけではなくて、ケースとしては少ないかなとは思うんですけども、こうやって狙うことでリングがね下向きになるの で、あとは上から押していくというところでぜひチャレンジしていただきたいと思います。であとはね上から押すときにはリングに引っかからないように、意識していただければ取ることできるかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ続いてこちらですねやっていきたいと思います。これも取ればでも未だに結構見かけるかなと思いますけども、ビニールに包まれた箱型の景品の、設定ですね。でバーがこうクロスになっているような形なんですけども、こちら狙っていきたいと思います。でまず1点目ね、ちょっとバランスキャッチ気味に狙ってみました。この箱型の景品ね結構軽いので一気に持ち上がってくれることがあるかなと思ったんですけども、ちょっと難しかったのでやり方変えてですね、ギリギリ手前を狙っていきたいと思います。右アームで寄せているんですけども、箱を左側に持ってくるようなイメージで狙っていきます。でギリギリ、左アームがこの箱の角のところら辺を、持ち上げるような形をしてですね、ちょっとずつ回転させながら、右に持っていきたいと思います。こんな感じですね。はい、いい感じで来てますね。でもう一回同じような形でやっていきたいと思います。まだ右に寄せることができるので、ここがマックス寄せで、左アーム使って、角ら辺を狙っていきたいと思います。でこれがね、結構いい形になってくれたかなと思います。でここから次何するかというと、手前にね一気に持っていきたいなと思います。で箱がちゃんとバーの上に今乗ってる設置している状態なので、
真ん中ちょい奥ら辺を狙うような形で一気に持ち上げて滑らせて、獲得することができますので、隙間に落とすだけではなくてこんな感じで手前に、落とすこともできますので、参考にしていただければと思います。はい、ということで今回はトレバの、獲得動画攻略動画2つね、紹介させていただきましたので、ぜひ少しでも参考にしていただけると嬉しいなと思います。でここからねちょっと雑談になります。で最近にオンラインクレーンゲームトレバのライブ配信を結構頻繁にね行っているんですけども、今表示しているオンラインクレーンゲームの一覧、これ今24個あるんですけども、だいたい今これぐらいの数の、オンラインクレーンゲームがあるかなと思います。厳密にはねもう1個2個ぐらいあるかなとは思うんですけども、メジャーどころというとこのあたりかなと思います。でこんだけねたくさんあるので、トレバー中心に自分動画アップしてますけども、他の、オンラインクレーンゲームをプレイしている方も多くいるかなと思います。で今後ですね、トレバーを中心としたライブ配信やっていきたいなと思ってるんですけど、これから、年末年始にかけてですね、いろんなオンラインクレーンゲームで、例えば福袋の景品とか出てくるかなと思いますので、ライブ配信で他のオンラインクレーンゲームもプレイしてみようかなと思っております。で今24個ね一覧載せてるんですけども、どれやろうかなっていうのを悩んでるんですよね。で候補としては、DMM オンクレとかアラクレあたりをやりたいなと思っていて、今このあたりのオンクレがね結構取れたりとか人気も高いのかなと思ってます。で他にも例えばタイクレとかね、ギーゴとかクラウドキャッチャーとかね、ラックロックとか結構好み分かれるかなと思うので、ぜひ皆さんからもこのオンラインクレーンゲームやってほしいですっていうのがあればコメントいただきたいなと思います。他にもゲットライブとかね、アイキャッチとか、あとギフトレ、左下にありますけども、ギフトレに関しては来月かな、1月で、サービス終了ということで、今ね一部ちょっと格安に遊ぶことができる台が登場していたりとかもするので、ちょっとギフトレもね終わる前に1回はライブ配信やれないかなと思ってます。で他にも、例えばリフトルとかね、たこ焼き設定にはなるんですけども、結構面白いかなと思うので、候補に上がっていまして、カプトレとか本当にたくさんありますよね。24個こんだけあって、自分もね全部基本的にはインストールしていて、毎日ログインポイントもらえるものに関してはもらっているという状況なんですけども、DMM オンクレかアラクレ中心にねやりたいなと思ってます。なので、ライブ配信に関してはこれから年末年始にかけて何回かやりたいなと思ってますので、ぜひライブ配信も楽しみにしていただければと思います。チャンネル登録まだの方はですね、ぜひこの機会にご登録いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。